おはようございます。今日はね、8月の1日ですね。今日から8月ということで、めちゃくちゃ暑くなってきてますが、夏バテしないようにね、今日も1日ゆっくりと過ごしていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。今日も綺麗に咲いてます。いや、めっちゃ綺麗。さて、今日もね、コーヒーを手に入れました。まだね、暗いですが、今日はね、一日中晴れという予報で、めちゃくちゃ最高な一日になりそうです。暑いですね、本当に。もう最低気温でもね、もう28度ぐらいってことで、結構暑いです。今日の調子はどうでしょうか。最高？最高そうやね。めいちゃん、今日の調子はいかがですか？最高やね。今日のスケジュールはですね、ネルとメイが、トリミングですね、美容院に行くっていうのがあって、まあ、またね、ツンツル店にしてもらってね、帰ってくると思います。でね、途中は、まあ、ゆったりと過ごせそうなんで、まあ、無印良品にね、ちょっと買い物しに行ったりね、したいなと思います。寝てる。あ、起きた。よう聞いてるな。気持ちいいな、今日。今ね、今から洗濯しようと思ってね、見てたんですけど、シミがついてるな。多分メイちゃんやと思うねんけど、またヒートが来たかも。犬の生理なんですけど、まだ全然量が少ないからね、あれやけど、メイちゃんクンクンもしてるし、多分ヒート来ましたね。トリミングさん、どうもお迎えが来た。よし、サバも行こう。いや、ひとまずね、めちゃくちゃお腹が減ったということで、いい感じのカレー屋さんがありましたので、こちらに入ってみたいと思います。パルフェという名前らしい、チキンカレーのお店らしいですね。楽しみです。漬物とかね、調味料がね、充実してました。そして店内はね、とっても清潔感があってね、居心地よかったです。そしてカレー、めちゃくちゃいい感じ。ヨーグルトがついてるのがすごく良かったですね。食べやすいでね、チキンしっかりしたのがいっぱい入ってました。で、ドロッとした感じのカレーでしたね。で、値段がね、結構安い。並盛りを頼んで、これ600円だったんですけど、めちゃリーズナブルですね。リピート確定でございます。今日はね、この神戸元町界隈を散歩したいと思います。まあ結構暑いんですが、まだ
耐えれる暑さですね、今日は。カレー食べてちょっと暑くなったからね、アイスコーヒー飲みたいのは飲みたいんですけど、ちょっとこういうね、路地裏とか入ってもね、なんかおしゃれなね、古着屋さんがあったりしますね。美容院とかもあるからね、なんか楽しみなんですよね。ここも上美容院かな。ここの中めっちゃおしゃれやねんけど、カフェとなんかお店があるっぽいですね。でなんかここテラスっぽくなっている感じもしておしゃれですね。あ、蕎麦屋さんあるん、今度行ってみよう。ハチカフェ、おしゃれそう。花園カフェ、花園御膳、良さげなお店ですね。今度行ってみよう。外歩いてるとね、暑さの限界に来たんで、ちょっと涼んでから行こうかなと思います。アイスティー。ロジェル資料品に着きました。まずは歯ブラシですね。これこれ、ワイドヘッドの白。あとね、今使ってるお箸がちょっと欠けちゃったので、新しく買おうかなと思います。このナチュラルのね、木の色の短いやつにしようかなと思います。何やらコーヒーが売ってたんですけど、これはコーヒーパックですね。やっぱね、毎朝コーヒー飲んでるんですけど、一杯100円すること考えたら、こういうので作った方が安いな。試してみようかな。こっちは粉なんで溶かしたら飲めるんですかね。ちょっと試してみたいと思います。ドライヘッドスパ、今日はこちらに行ってみたいなと思います。店内はね、びっくりするぐらい静かで、めちゃ落ち着ける空間でした。で、頭をねマッサージしてもらうんですけど、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。で、終わってからこういうアメニティがね、いっぱいあるところに案内されるんですけども、すごく充実してました。で、ホットコーヒーもね出していただいて、めちゃくちゃリラックスできましたね。いや、ヘッドスパめっちゃ良かったですね。ドライヘッドスパっていうやつだったんですけど、僕が行ったところは。で、30分の手術で、一番短いコースでね、受けてみたんですけど、全然気持ちよく帰れましたね。まあ、ヘッドスパというか、まあ、ヘッドマッサージなんですよね、ドライヘッドスパっていうものは。まあ、一個難点としては、髪の毛がボサボサになります。で、めっちゃね、アメニティとかね、充実した感じで置いてくれてるんですけど、一回こうボサボサになってそのまんまで終了するので、まあ、それだけね、ちょっと日中に受けるのはどうなのかなって思っちゃいましたね。やっぱね、こう水使ってこうね、最後に流して、で、乾かして終了するみたいなヘッドスパの方がやっぱきっちり終われるなっていう気はしましたね。その後も活動ができるかなっていう気はしました。が、でもね、頭をやっぱりマッサージされるっていうのはね、あんまり普段ないことなので、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。まあ、ちょっとハマってしまいそうな気はしましたが、まあ、たまに余裕があれば行きたいかなと思ってます。そして家の中にワンコがいないと、なんかめっちゃ静かなんかまあリラックスできるっちゃリラックスできるけど、なんか違和感でしかないですね。まあ、もうすぐしたらね、美容院からね帰ってくるんで、まあ、そのまま散歩に行って、いつものルーティンで、まあ、シャワーしてご飯食べてっていうのをねしていきたいなと思います。いや、すっきりしたね。すっきりしたわ。笑ってますな。よっしゃ、まさはいよー、まさり待て、よし、綺麗してもらったね。めっちゃすっきり。
いい感じに短くなってる。姉ちゃんもツンツルテンですね。うん、いい感じにすっきり。夜になったということで、今日もね散歩をねしているんですけども、なんかね気分的にすごくカフェラテの気分だったので買いました。ファミリーマートでねカフェラテ、アイスカフェラテを買ったんですけど、一番小さいサイズが M サイズなんですね。なんか結構でかいなと思って、まあ、カフェラテなんでねごくごく飲めるっちゃ飲めるんですけど、結構僕にとっては多いなって思いましたね。 S サイズなんで作ってないんでしょう。まあ、たまにしか選ばんからいいんですが、いや、よかったが気持ちよくてね、最高です。スーパーでね、夜ご飯を買って帰りたいなと思います。はい、今日のね、晩ご飯はこちら。いつもの感じのご飯っていうやつなんですけども、まあ、お蕎麦に、まあ、お豆腐でしょ。で、これはほうれん草のごま和えやったかな。で、お味噌汁。で、新しいお箸ということで、ナチュラルのお箸、いい感じですね。まあ、晩ご飯はね、この携帯が結構多いですね。このね、分かってくれる人いるかな。お蕎麦なんですけど、僕めんつゆをね、あんま入れないんですよ。ついてるんですけど、まあ、たっぷり入れたらもうたっぷり浸かるぐらいのね、めんつゆがついてるんですけど、あんま入れないんですけど、このめんつゆをちょっとだけ垂らした時のこのくちゃくちゃした感じの食感を楽しめるお蕎麦、これがね、めっちゃ好きなんですよね。で、味もやっぱりちょっとだけね、めんつゆの味ちょっとだけ垂らすっていうのは、ね、なんか個人的にちょうどよくて、それぐらいが好きだっていう方いらっしゃらないですかね。やっぱりね、こうたっぷりつけてね、もうズルズルみたいな感じでね、行く人が多分多いとは思うんですけど、私はね、ちょっとこの硬い状態のね、もうパリパリした蕎麦が好きなんですよね。お豆腐。あさり。はい。よし、パック。うまい。これはうまいな。めいちゃんです。はい、パク。一瞬や。一瞬で飲み込んだの。びっくり顔。びっくり。その体勢。ここ動かされへんから、足しびれるやつやん、これ。そろそろね、終了したいなと思うんですけども、今日はね、まあ、めいちゃんとね、ネルがね、トリミングに行ってきたということで、めちゃくちゃね、髪の毛が短くなってサラッサラになってます。この辺とかもめっちゃ気持ちいい。でね、トリミング先でね、めっちゃ遊んでね、暴れたみたいでずっと寝てますね。お眠、疲れた。ネルは起きてるな、さ、ずっとあんまり寝てないな。どうですか、楽しかったですか。めっちゃ体すっきりしました。いや、個人的にはね、すごい、まあ、ヘッドスパ行ったのがね、めっちゃ良かったですね。また行きたいなってなってます。いや、ご飯もね、めっちゃ美味しかったし、めっちゃいい一日になりました。ゆっくり休めたって感じ。また明日からもね、頑張りたいと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録何卒お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。